こんにちは、うりさんです。テレ朝系で毎週金曜日夜11時15分から放送のドラマ漂着者第4話の考察動画です。次週の5話で第1部が完結ということなので、全8話だとすると細かいところを気にしていては先に進まないので、4話で起こった本当だと思うことに注目して考察していこうと思いますので、最後までお付き合いください。現代人にとってはすでに退化してしまった第六感という遺伝子を受け継ぐ民族が今もいる。新谷恵美はヘミングウェイが本当に第六感を持っていると信じている。その民族が子孫に残してきたタトゥーという意味は、生まれた時に民族の証として彫られたということでしょうか。しかしヘミングウェイがどこから漂着したかということについては、ようやく真実のドアの入り口に立てたといった状況のようです。ロシアの秘密捜査員について、彼らは世界で初めて解析されたゲノムの塩基配列とデータを使って超能力を持った工作員を製造したいので、国原医師と古郡准教授を殺害した。データは手に入れているがパスワードがわからない。工作員ならそのうち解析できそうですが、パスワードが分からず再びエミから写真を奪い、さらにヘミングウェイを拉致しようとするとか。後ろく国原フルゴーリという一連の事件に関してはロシアの秘密組織の人間の仕業と考えて良さそうですよね。ローゼン岸本 vs ロシアの組織といった構図が考えられそうです。古市琴音について、婚約者ではあるが彼の名前は知らない。1400年前に婚約していた。このことをネットに上げたところ、虚言ということで全く話題にもならなかった。確かにドラマを見ている視聴者ならどういうことかと疑いますが、 SNS のリーダーズたちとはそういうもので、明らかに疑わしいことは虚言となってしまいます。漂着者というドラマの根幹には、 SNS とは神と祭り上げることもできるし、一度過ちを犯せばペテン師にもなる、かなりいい加減なものだと言いたいのかなと思いました。琴音は香水を飲むとお腹を壊す。日本の水道水は軟水なので、もしロシアでの生活が長いとしたらお腹を壊すということも考えられますよね。そんな琴音にもヘミングウェイと同じタトゥーがありました。ヘミングウェイは拉致されてロシアで研究されていたのではということについては、こちらの動画を参考にしてみてください。ロシアの研究チームに後宿教授と同じように日本人がいたとしてもおかしくはありません。後宿教授は遺伝子に興味があったようですが、琴音は第六感を持つヘミングウェイそのものに興味があったのではないでしょうか。もともとあったヘミングウェイのタトゥーを見て、あなたと同じ民族なのよという意味で自ら彫ったとか、同じタトゥーを見せることでヘミングウェイに自分を信頼させ、その第六感が本物なのかどうかを研究していた。ヘミングウェイが以前に会った気がすると言っていたのは1400年前ということではなく、現代のロシアでだと思います。ローゼン岸本と古市琴音はつながっていた。琴音は漂着したヘミングウェイがあの男なのかどうかを確かめたくて彼の前に現れた。ローゼンは自作自演してまでヘミングウェイを神のような存在にしたかった。このことについてはこちらの動画を参考にしてみてください。同じく琴音も自作自演はしたが、死者を出してまでも強行に行いたかった。ヘミングウェイを神のような存在にしたいということでは一致していますが、温度差を感じます。ローゼンは聖徳太子の生まれ変わりだとしてヘミングウェイを純粋に崇拝している。このことについてはこちらの動画を参考にしてみてください。琴音はそんなことは信じていなくて、彼を単純にお金儲けの材料にしたい。もしかしたら幸せの金の家に流れている莫大な資金源とは琴音なのかもしれません。しかしいずれローゼンと琴音も対立していきそうです。公安の二人組がローゼンを見張っています。その公安に探りを入れているのが橋。今まであまり動きのない橋ですが、公安の情報を得ることでエミをサポートし、二人で真実を知ることになるのではないでしょうか。皆さんはどんな考察をしていますか？ぜひコメントで教えてください。
5話では再びエミの身に危険が迫り、第1部完結ということで本当に楽しみですね。そんな第5話は8月27日金曜日夜11時15分放送です。これからも考察動画をアップしていきますので、チャンネル登録していただいて一緒に考察を楽しんでいきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。